じゃ、歓迎の一杯といくか。しかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか。1年限りとはいえ、親に振り回されてこんなとこ来ちまって子供も大変だ。まあうちは俺と七子の二人だし、お前みたいな、これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って。お前意外と大会。さて。ったく誰に。どうじ。酒飲まなくて。仕事でちょっと出てくる。帰りはちょっとわからん。七子、外雨だ。入れた。そうか、じゃあ行ってくる。降るでしょう。では明日のお天気、時間帯ごとの変化。西から張り出した雨雲のせいで明日は終日雨となるところが多い。いただきます。仕事、事件の捜査とか。お父さん刑事だから。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性、夫人で演歌歌手の柊美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を持事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは山野真由美さんを全ての担当番組から降板。ニュースつまんない。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。 Everyday Young Life ジュネス。食べないの？
お父さん。ではまず今日最初のニュース。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性遺体で見つかったのは、地元テレビ局のアナウンサー。稲葉警察署の調べによりますと、稲葉警察、お父さんの働わかってる。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態。